田中のチェーンソーの始動方法。まずスイッチを入れて、プライマリーポンプを10回ほど押します。その後チョークを引いて開けます。アクセルをロックし、クラッキングの後エンジン始動。エンジンがかかったらチョークを閉めます。